もいいって。どうせ私たちも暇を持て余ってたし。カナタの妹のハルカです。今日はお世話になります。おお、しっかりしてる。ほんと、チカよりしっかりしてそう。こちらこそよろしくね、ハルカちゃん。アクアのお二人に会えるなんて感激です。それだけでも今日来てよかったです。この子いい子だよ。そうなんだよ、はるかちゃんはいい子なの。私の自慢の妹なんだ。お姉ちゃんたら。はあ、私も妹欲しかったな。はるかちゃんは特別可愛いよ。あ、ところで沼津ってどんな魚が釣れるの？いろいろ釣れるけど、アジとかサバかな。おお、それは料理のしがいがある。釣り具の用意はしてあるから、早速だけど行ってみようか。食べ慣れた魚なのにこんなに美味しく感じるなんて。お口に合ったようで一安心だよ。喜んでなんてね。あれだけ釣れれば楽しくて時間も忘れるよね。特にはるかちゃんは釣りの才能があるかも。とても初めてとは思えないよ。ありがとうございます。ちょっと釣りにはまりそうです。沼津まで来て正解だったね。一緒にスクールアイドル活動をするようになってから、お姉ちゃんすごく楽しそうなんです。家でもあなたの話ばっかりしてるんですよ。だからそのお礼です。一度ちゃんとお伝えしなくてはと思ってました。それとこれからもお姉ちゃんのことよろしくお願いします。二人ってばなんだかいい雰囲気になってる。ずるいよ、かなたちゃんも混ぜて。